せーの、ワンダフルライフです。いや今回もやってきました。やってきました。で今回は、うん、これまでしてきたバイト、バイト、バイト、そう、楽しい思いだったり、うん、辛いことだったりいろいろあったと思うけど、そのバイトについて、うん、確かにいろいろ話していきたいと思います。どうですか？いいと思う。いいと思う。はい、宮古島の人たち多分気になると思います。だって今さ、タクビーチさんがヘアスアーティストで、俺がモデルと俳優、まあ、やってる、うん、そうそうそう、の前はあんまり知らないもんね。そうだね。わあ、いい。そうそう。居酒屋、うん、居酒屋、コンビニ、焼肉、サッカースクール、です。おお、すごい。やつ全部学生時代。高校生の時、サッカーに対して居酒屋、居酒屋、それ宮古島で、宮古島で。あ、そうなんだ。場所は、産後屋でございます。あ、そうなんだ。大学生、コンビニ、焼肉屋は大学生、大学生、サッカースクールは大学生。じゃあ大学、学生時代しかバイトしたことないんだ。そう。俺はね、でも本当に遡って新聞配達、めっちゃ遡った、遡って、めちゃくちゃ遡ったね。そしてホテルのウェイターか、ウェイター、はい、で、カラオケ、カラオケ屋さん、居酒屋、居酒屋、バー、バー、キャバクラのボーイで、沖縄居酒屋、沖縄居酒屋、7かな。はい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 、うん、思う思う、うん。俺は、なんだなんだ、数が数えられないの。え、意外とあるなと思って。いや、待てよ、バー、バー、もずくの、なんて言うんだろう、洋食、不動産、うんうん、障害者施設、おお、タイヤ屋さん、タイヤ屋さん、サッカースクールのコーチ、うん、サッカーコートの受付、うん、結構やってる。あと居酒屋だ。居酒屋もある。じゃあ8、結構あるね。え、意外とある。しかもけど、俺一番最初にバイト始めたのが25歳。あ、25。それまでもサッカーしかしてないから仕事がサッカー。そうか、そうか。25まではバイトしたことない。へー、面白いかも。これ共通してるのが接客業みたいな。そうだね。なんだかんだ俺接客業が一番楽しかった。楽しかった。楽しいよ、ね、楽しいよな。楽しい。俺もバーだったらってめっちゃ楽しかった。え、居酒屋とバーってさ、やっぱ違う？違うと思う。俺、あの、違う。居酒屋とバー違う、うん、居酒屋の時はどんな感じで企画やってたの？俺はホールでいらっしゃいませー。バーはいらっしゃいませー。え、で、どんな居酒屋？居酒屋なんだろうな。2つやってで、1個はその感じ、いらっしゃいませーみたいな、うん、で、忙しいの。で、沖縄料理だったら、はい、さい。あー、あと結構クールな、そう、確かに落ち着いてるね。落ち着いた感じ。へー、俺、産後や居酒屋でやってる時、いらっしゃいませ行った記憶ないんだけど。え、なんて言った？ういさあ、おらい、よっしゃい、よっしゃい、行って行った、行った。で、元気だったってことね。まあ、とりあえず明るいよね、居酒屋は。どっちかというと沖縄料理働いてた時に、歌舞伎町にあったわけさ、うん、あったんだけど、だから歌舞伎町に行ったらなんかいろんな客層さ、うん、だから、ね、まず5時オープンなんだけど、うん、で入ったらもうオープンしてないのに、ちっとだけのおじさんがカウンターで全部つくと、やばいさ、おじさん、うん、どうしたって言って、ちょっとバッて言って酒飲ましてくれそれで、それで、それで、続き聞いたら、それで、いやいや、そういうところじゃないんで、もう帰ってください、帰ってください。いや、同じうちなんちゅだろうって、うちなんちゅかいって言って、いや、居酒屋は酒飲むところでしょ。いや、待って、ちだらけの沖縄人が酒飲ましてくれって言って、いろいろすごい、え、ツッコミどころしかない。なんでちだらけだったの？いや、多分全然知らない。じゃあ、なんで酒を飲ましたの？飲ましてない。帰らした、帰らした、もちろん。いや、もう辛い。いや、マジでそんな感じだから、特殊な人が多かった。へぇー、すごい。まあ、歌舞伎町だからっていうのも、うんうん、あるよね。多分なんか沖縄人多かったな、なんか俺のイメージ。全く知らない人が来て、いきなりレジ打ってたら5000貸してくれとか言って、5000と思って、何やさんマジでその人も沖縄人これマジだからね。大学入ってですね、コンビニでバイトをしました。廃棄っていうものがあるんですよ。廃棄、あーどうですか。はい、あの賞味期限の期限が、ね、過ぎちゃったやつ、うん、誰を自由に食べれる、あそれがコンビニの特
本当に深夜の特権、うん、でまあ大学勉強して部活サッカーして夜コンビニでバイトして廃棄を食べるわけですよ。いいね。はい、ご存知の通り私甘党でございます。スイーツたくさん食べます。はい、なんと2週間で僕が増えました。顔パンパンです。俺沖縄、東京出てくる前に沖縄にいて、その時にタイヤ屋さんでバイトしたんだけど、うん、タイヤ屋さんの社長さんが宮古島出身の人、伊良部の出身の人だったんだけど、やっぱなんだろう、宮古島の血が強すぎるのか、電話来ます。パッて取る。はい、もしもし、誰ね。で宮古のおじさんみたいに。そうそう。で、多分その電話越しの相手は、お店何時までやってますかっていう質問を多分したんだ。お店は閉まるまでやってるさとか言ってタメ口で。宮古のおじさんって感じだね。うん、すごかった。分かる。だからそれにびっくりした思い出がある。でその後その多分電話した人来て、あ、おじさんね電話取ったのとか言って、びっくりしたよとか言って。タイヤを何するし、バイトなの。タイヤ交換する。タクも交換してた。交換してた。これなんか初めて聞く話だね。タイヤの話はね、あんま聞かないもん。でも俺なんて本当にバイトやってる期間が短いから、まあ、うん、さっきも7つやったみたいな話だけど、うんうん、結局この海外行って怪我して帰ってきた時に初めてバイトしたんだけど、うん、次のなんていうのテスト受けに行く半年間とか、うん、その間にやっぱ生きるためにバイトしたとか、うんはいはい、その程度だからやっぱ短いもん。うん、でその時はもうなんか罪悪感あるの、辞める時。あ、辞める時は罪悪感あるけど、もう最初から言ってたし、あっちはもう心よく。で、じゃあ辞める時は頑張ってこいって言ってくれる。そうなんだ。あー、いい。すいません、もういい人になりましたって言ったら、どこのバイトでもそうだけど選別もらったりとかして、うわー、頑張って。情があるね。めっちゃ迷惑って。さっきのヤスみたいに血だらけの人がいて、飲ませずにただ返して今後わからないっていうこの聞いたからちょっと浄化された。俺のせいじゃないよ。浄化された今。本当にいいとこだったのかしら。うわー、いい話。で俺なんて社会経験ほとんどないから、うん、何にもわかんないし、うん、それで選別まで渡して。素敵、すごい、すごい。でもタクのあれもあるよね、この愛されるキャラ。そう、人柄もね。俺は夢を叶えた後に繋ぐためにバイトしたけど、みんなはさ、夢叶えるまでの間がバイトじゃん、どっちかって。確かに。夢に向かうまでの間のバイトをどうやって乗り切ってきたのかなとか気になる。一個の先輩が、そのキャバクラのボーイやってたの。あ、違う。あれ、俺も最近よく聞くな、それ。違う。よし、すごい、言ってました。お蔵入り。一個の先輩がね。そう、一個の先輩が、そう、そういう、まあ、キャバクラで働いてるから、で、ボーイさ募集してると。で、俺もね、そんな感じでこう、とりあえず何かバイトしなきゃみたいな、こう、膝ついてお客さんの飲み物もらったりとか、君隣座りなよって言ったら部下だったりする女の子とこの横に俺がついたり、これちょっとホストっぽいこともやったり。で、俺何も知らなかったから、その時で、君飲みなよって言われて、俺は仕事中だから、いや、お酒無理なんすよっつって、君やめちまえってめっちゃ言われてで、その先輩も俺入れてから来なくなったの、この仕事。この先輩がやめるために俺が来なかったっていうオチだったの、結局。なるほどね。本当に次の日から来なくなって連絡取れるし。俺一通り興味があるバイトをしてみたって感じ。でも自分でアポ取ってってことでしょ。そうすごい、そんな。あ、1個忘れてた、アパレルもやってました。はい、忘れてた。アパレル一番長かったのに似合う。だから俺全部バイトしたいから自分に電話して募集かけてますかって言ってやって、うんうん、一通り覚えたら辞めるっていうのやった。大学を卒業したら何かに就職しないといけないと思ってたから、それまでにできることを経験しようと思って、それでバイトをやってる感じだったから、ある程度仕事覚えたら辞めて次。あ、そうなんだ。いい。怒られてる時は絶対辞めたくないっていう感情になる。あ、わかるわかる。お前が必要って思われて辞めたい。あー、やっぱスポーツやってるマインドだかな、うん、この野郎でしょ。そう、で、結局最後辞める時はもうどこもいつでも戻ってきていいって言われてた。いいね。いや、尽きないね。尽きない。これさ、もっとさ、今度はまたこれもコメントとか書いてもらったら深掘りしてくる。
深掘りしよう。だって一生話せるもん今、ね、じゃ今回のこのバイトのトークは一応前編として、うん、あ、前編ね、いつ後編があるかわかんないけど、うん、とりあえず一旦ここでお開きということで、うん、はいはい、また次回、はい、楽しみにしていてください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。沖縄だけど宮古島は訛が全然違う、だけどそんなバウダガウマリズマが僕らは大豆大好きさあ。